こんにちは、株式会社児玉ガラス児玉です。今回は全身が映る鏡の大きさと位置についてということで、玄関やクローゼットなどに貼る全身が映るミラーについて、目線の位置によって実際にどのように見えるのかを検証を行い、鏡の大きさや位置を決める際の目安を測りたいと思います。児玉ガラスが推奨するサイズは幅30センチ、高さ120センチで下より60センチの高さ、つまりこの範囲、この範囲で本当に全身が映るのか検証していきます。実験方法は鏡からの距離と高さを変えて、その見え方と映る範囲を検証します。実験開始。まずは180センチの目線で鏡からの距離が50センチの時、推奨範囲で足元までしっかり映っています。推奨範囲で頭上も余裕があります。次に160センチの目線で鏡からの距離が50センチの時、目線が下がっても推奨範囲で足元までしっかり映っています。頭上にはかなりの余裕があります。さらに鏡からの距離を取った場合ではどうでしょう。180センチの目線で鏡からの距離が1メートルの時、推奨範囲で足元までしっかり映っています。推奨範囲で頭上も横幅も余裕があります。次に160センチの目線で鏡からの距離が1メートルの時、目線が下がって1メートル離れても足元までしっかり映っています。何度もしつこいようですが、頭上も横幅も問題ありません。鏡から2メートル離れた場合、180センチの人の目線で鏡からの距離が2メートルの時、パーフェクトである。160センチの人の目線で鏡からの距離が2メートルの時、このセッティング圧倒的に完璧。距離による見え方の比較。見え方に違いはあるものの、映る範囲は変わらないという結果になりました。実験まとめ。全身が映る鏡のサイズ及び位置について、幅は最低限30センチあれば特に問題ありません。高さについて、身長が180センチの場合は床から70から180センチであれば十分に全身が映りました。また身長が160センチの場合は床から60から160センチであれば十分に全身が映りました。これらの結果から、上を身長の高さ、下を身長の高さ割る2から20センチマイナス。例えば身長180センチの場合、180割る2引く20で70センチにしておけば、頭から足元まで全身が映る計算となります。いかがでしたでしょうか。姿見として使用する鏡の場合、最低限サイズは30センチ ×120 センチで、位置は床から60センチより上
に取り付けていただければ、ほぼ全身が映る姿見として使用していただけます。以上、全身が映る鏡の大きさと位置についてでした。株式会社こだまガラスでは、玄関の姿見用ミラーや防錆加工した洗面用のミラー、浴室用のミラーなどをオーダーサイズでカット加工し、全国へお届けしております。詳しくはオーダーミラーガラス鏡専門店をご覧いただくか、株式会社こだまガラスまでご連絡ください。ではまた別の動画で。ありがとうございました。